五所型に交五石五所型に交五石は、福岡県行橋市、宮古町にまたがる五所が竹に築かれた、日本の古代山城である。定石は1953年11月14日、五所型に交五石の名称で、国の史跡に指定されている。五所型に交五石は発掘調査の結果、古代山城であることが確定した。しかし、日本書などの史書に記載がなく、追記 水記念は不明である。663年の白月の絵の戦いで、当、白木連合軍に大敗したことを契機に、7世紀後半、五路に築かれたと考えられている。古書形人の山城は、京都平野の南側を東西に連なる、馬形連山の一角に築かれる。巣尾灘に面した京都平野は、いち早く、大和政権の勢力が波及し、4から7世紀にかけて、 武前地方を代表する大型主張簿が築かれる。その後、8世紀に国府が置かれ、九州北東部の行政の中心地であった。また、山城の北陸に大宰府と武前の国府を結ぶ、関道が東西に貫き、南陸に武前と筑前を結ぶ道が通る。そして、北方約7キロメートルに古代の陽光の草の津が位置して、陸海交通の要衝であった。 五所が谷の山城は、この頃のス大ーナダ沿岸地方の最大の遺構である。山城は、標高246.9メートルの五所が竹から西側に伸びる、尾根の約1キロメートルを底辺とし、北側の谷を頂点とする逆三角形状の北斜面領域に広がる。城壁の外周は、自然地形の崖を含めて約3キロメートルである。外角線が、 最も下るサイモンは標高65メートルで高低差が大きく地形は起伏があり平坦地は少ない。そして谷部には石類が築かれた包谷式の山城である。土類は2キロメートルでおおむね基底部の幅約7メートル高さ約5メートル壁面は70度から80度で立ち上がる。大半は内拓式の土類で 赤戸の厚さ3センチメートル1 0トルの半築土類、花崗岩の切り石列石、工事用の柱穴が検出されている。そして、すべての発掘調査区の列石が半築土で覆われていた。縄文は、中門、東門、第二東門、第二南門、南門、第二西門、西門の7箇所が開く。中門と西門は、谷に築かれた大規模な城門で、 タワ両線に築かれた小型の城門である。五所型にの山城を象徴する中門は、石類の東寄りに幅は6メートルの門道を有する。西側の霧石の石類は、高さ7.5メートルで、前面は2段に築かれる。上段は5メートル、下段は2.5メートルで、下段に排水口を設けて、水門を突出させる。石塁の長さはメートルで、上は、 アーチダム状に、緩やかにこう描く。この注文の水門は、石膏技術を結集した交互意志の白尾とされている。木内の標高121メートルの尾根状に、一等分の、両行三県桁行島の、総柱祖先建物跡があり、列席が転用されている。眺望の良い城の中央に位置し、木内の各所との連絡が容易な場所であり、城石移行とされている。 木内の馬立場は湿地の外側に石類状の遺構がある。遺構が渓流をせき止めているため山城の貯水施設とされている。注文の西側の城内で長さ300メートルの未完成のドル遺構が残存する。列石の多くが抜き取られているが列石背面の半築層が確認されている。そのため工事途中で計画が変更されたとされている。 御所形の地名は、慶光天皇の熊祖聖伐にあたり、この地に暗宮が置かれたとの伝承による、城内に慶光神社が鎮座する。2008年、皇后石を有する自治体が、行橋市に参集し、第3回皇后石サミットが開催された。2009年、第4回皇后石サミットが、久留米市で開催された後、他の古代山城を有する自治体が加わり、 2010年より古代山城サミットへと展開されている。日本書記に記載された白月の絵の戦と防御施設の設置記事は下記の通り。移行に関する内容は概要に記述の通り。五所型に小語石は史跡自然公園。五所型に住吉地公園として駐車場他の便益施設が整備されている。遊歩道に沿って 土類、石類などを見学することができる。ありがとうございます。